ここ数日の日向坂情報をまとめました。脈打つ感情収録の気絶曲が各ラジオで解禁決定。そもそも各期がラジオレギュラー持ってる日向坂ってすごくないと話題になってました。ハブちゃんの代打でごちゃ混ぜに出たかとし、ラジオ出演者の方と過去に共演したことあるという話になり、大久保さんとケヤビンゴで共演したことありますと言うと、大久保さんは覚えてないけど覚えてる感を出していました笑い。そして2人とも伝説の番組道玄坂コネクションのことは忘れていました笑い。10月29日の日な愛中止または遅延があるかもとのことです。ミーパンアバターがとにかく好き。シンガポールに旅行に行った際、飛行機でアバターに見て、シンガポールでアバターコラボみたいなのもやっていて言った。そしてハロウィンに髪の毛全部三つ編みにして青塗りにしてアバターのコスプレがしたいと語ってました。川田さんはハロウィンにアイアンマンのコスプレがしたいと言っていたので、実現したらアイアンマンとアバターのコラボが見えるかもですね笑い。アムアイレディーの MV が MTV EMAJ2023 のシネマトグラフィー賞を受賞。ビデオオブザイヤーの一般投票も始まってるので、ぜひ日向坂に正規一票を。以上になります。ご視聴ありがとうございました。